セバスティアン・ルリは、西ドイツ・フィリンゲン・シュベニンゲン出身のサッカー選手。ブンデスリーガ TSG1899、ホッフェンハイム所属。ポジションはミッドフィールダー。2003年から VFB ・シュトゥットガルトのユースチームに所属し、2007年にリザーブチームに昇格し、2008年8月2日に 1FC ・ FC、ウニオン・ベルリン戦でプロデビューを果たした。 2008年の夏にトップチーム昇格した。2010年8月23日、TSG1899 ホッフェンハイムに移席。2016から17シーズンには、クラブ最高順位となる4位でフィニッシュし UEFA、チャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献した。2017年1月15日、2016から17シーズン終了後に、 バイエルミューンヘンへ加入することが内定した。7月30日、正式に3年契約を結び入団会見を行った。2018年8月27日、シャルケに4年契約で完全一席。2019年7月31日、TSG1899 ホッフェンハイムに期限付き移席することが発表された。2020年10月5日、 TSG1899 ホフェンハイム2シーズン終了までの期限付き移籍することが発表された。2021年6月28日、TSG1899 ホフェンハイムと2年契約で完全移籍。ドイツ代表として各年代で招集された。2014年5月13日に行われたポーランド代表との親善試合で A 代表初出場を果たした。 UEFA ユーロ2016のドイツ代表メンバー候補であったが落選した。2017年5月、ロシアで開催される FIFA Confederations Cup 2017の代表メンバーに選出された。ありがとうございます。